川崎市の殿町地区キングスカイフロントと羽田空港国際線ターミナル前の羽田エアポートガーデン付近を結ぶ橋、およそ600メートルの仮設が完了しました。多摩川の河口から一番近く、多摩川に架かる橋の中では一番長い橋です。平成29年から川崎市と東京都が共同で整備を進めてきました。工事が始まってから3年半、鳥や魚、海藻、植物など環境に配慮した工事が行われ、工事区域周辺の環境調査の結果、絶滅危惧一類に指定されている希少な浅草のりが川崎側にだけ分布しており、カキ殻やヨシ原の存在が浅草のりの生育に適したようです。今後、歩道・自転車道の仮設や取り付け道路の整備が進められ、世界との玄関口、羽田空港と川崎市は歩いても10分ほどでつながり、国際競争力を高める橋が今年中に出来上がります。